妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、アメリカのケア級駆逐戦車、ズームタートルさんこと、T95 さんだね。うむ。マップはマンネルハイムライン、マッチングはケア8と9だね。それじゃあ初動は、超頑丈な子だし、南東の重戦車戦場にでもお邪魔しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。そういえばこの子、ズームタートルさんって愛称なの？うむ。ズームタートルでググると、この子の画像とかが出てくるくらいには、あっちでは一般的な愛称みたいだね。そうなんだねお姉ちゃん。陸ガメのトータス、ではなくウミガメのタートルなのは、イギリスにトータスさんがいるからなのかな？その辺の細かい事情はわからないけど、きっとそうだろうね。ただこのゲームだと、イギリスのティア8のプレミアム駆逐さんに、タートルさんもいるんだけどね。あわう。でも、あの子は史実戦車じゃないもんね。だね。そして今日のマッチング、嬉しいことにイギリスのトータスさんがいるんだよね。いいね、お姉ちゃん。米英の亀さん対決だね。あ、でもお姉ちゃん。この子乗り出し初戦で、飛行とかがあれだよね。うむ。エンジンと無線機は他の子で開発したのがあったから最終装備だけど、飛行が T28 さんの 120mm 砲しかないんだよね。とはいえ、近弾なら 300mm 弱の貫通力があるし、DPM は実は最終砲より300ほど高いので、そう捨てたものじゃないね。それなら 120mm 砲でも戦えちゃいそうだねお姉ちゃん。うむ。もちろん最終的には 155mm 砲の方が強いとは思うけど、つなぎには十分な気がするね。む、今の被弾、敵とおたすさんのものだったね。ということは、米英の亀さん対決が実現だね。うむ。中間砲という範ではあるけど、これは負けられない戦いというやつだね。そうだねお姉ちゃん。頑張って撃っちゃうね。うむ。頼んだぞ妹よ。ふむ。さすがにトータスさんといえど、この T95 さんを相手には、そうそう姿を出してはくれない一歩だね。この前まで私たちもトータスさんに乗ってたけど、遠距離だと T95 さんの相手はちょっと厳しかったもんね。だね。トータスさんは貫通 300mm を超えてくる近弾相手には案外貫通されやすいのに対して、T95 さんは遠距離なら同格の近弾が相手でも、距離減衰のある APK の弾にはかなりの防御力があるからね。む、どうやら敵とおたすさんも、近弾に変更したっぽだね。スパパさんは油断だね。でも正面なら油断はそうそう効かないってね。ナイス撃破だ妹よ。これで私たちの敵は実質とおたすさんだけになったことだし、ここはタイミングを見て突撃しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。次にトータスさんが引いたタイミングで、突撃しちゃうね。うむ。そしてレッツゴーだね。了解だよお姉ちゃん。どうやら北戦線は味方さんの圧勝になったみたいだね。いいね、お姉ちゃん。敵陣周辺の敵も少ないし、これなら北部隊さんが敵陣を制圧しちゃうかな？うむ。ただ、敵も南東から敵陣に繋がる坂道で、敵陣への攻撃が可能だから、最後にそこでの防衛に力を注ぐだろうね。ならその防衛部隊の配合を、私たちが、だね。うむ。それに敵のトータスさんも、私たちを無視してその防衛に参加してるみたいだけど、トータスさんは私たちの獲物ってね。あわう。でもトータスさんに向かう前に、左のバッフェン4号さんをなんとかしないとだね。それに正面に777さんもいるし、ちょっと嫌な感じだよね。と思ったけど777さんは下に降りていったみたいなので、今なら安全かな？仕掛けるねお姉ちゃん。むう、バッフェン4号さん左に行くのね。あう、チャンスかと思って777さんを撃ったけど、防がれちゃった。どんまいだ妹よ。これで南の障害は排除、トータスさんとのバトル再びだね。いいね、お姉ちゃん。ライバル対決だね。うむ。と言っても、トータスさん側はそれどころじゃなさそうだけどね。あわう。ナイスショットだ妹よ。これで残す敵は2両、もう1発くらい撃ちたいけど、間に合うかな？全速前進で向かうねお姉ちゃん。うむ。
頼んだぞ妹よ。ナイス撃破だ妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ3482、キル数3、アシスト266、棒だめ3360。スコアは994でチーム内に、初にバッジと鋼鉄の壁、冷静をゲットだね。今日のバトル、T95 さんでの初バトルだったけど、この頑丈さはなかなかたまらないね。本当だねお姉ちゃん。結構撃たれたと思うのに、ダメージは自走さんの1発だけだったもんね。うむ。終始は、フル禁断運用だったけど、イベントのおかげでそこそこの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。